東和志宮駅は埼玉県久喜市西大林にある東日本旅客鉄道日本貨物鉄道東北本線の駅である。愛称は東和市、合宿和市。JR 東日本においては宇都宮線の愛称区間に含まれており、上野駅発着系統と新宿駅経由で横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で 東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。2010年3月22日までは旧和紙町に立地していた。和紙の行政上の町名は和紙と呼んでいたが、当駅名は和紙宮と呼んでいる。JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託している区域管理の業務委託駅。 上下線いずれも線路西側に配置された端式ホーム2面2線を有する。ただし、下り線が地上ホーム1面1線、上り線が高架ホーム1面1線の特殊な構造である。スイカ対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。2009年3月25日に多機能トイレの共用を開始し、2010年3月20日には、 エレベーターとエスカレーターの共用を開始した。この地に貨物駅と東北新幹線の補線基地を設置するために駅が新設された。旅客、貨物駅と補線基地が併設され、下り本線から分岐する貨物線が上り、本線に支障しないように上り本線だけが効果となったため、このような特殊な構造になっている。 停車場ではあるが、上りも本線と貨物線の分岐が東京側にあるため、高架ホームの停車列車は出発信号機ではなく、第二場内信号機の信号源地を確認して発車する。上りの出発信号機は分岐を過ぎた後に一つある。貨物駅は国鉄の民営化直前に廃止され、広大な貨物駅の構内は長い間荒廃するに、 任せた状況であった。跡地は最終的には売却され、駅前ロータリーと住宅地に転用、再整備されたが、上り高架線の地平移設は多大な費用がかかるため、見送られた。東北新幹線の保線基地は、貨物駅跡地の売却に合わせて移転と再整備を受け存続しているが、敷地縮小のため、東北新幹線本線からの侵入には、 久喜駅との間に設けられた標準機の引上げ線及び当駅に隣接した高架橋上で2回のスイッチバックが必要である。保線基地は2003年9月までは東武鉄道の貨物重事及び東武鉄道を含む向け公衆輸送の搬入があったが東武鉄道の貨物輸送が廃止されてからは工事列車がごく稀に入線する程度である。東武鉄道の貨物廃止後は 東武区域駅との連絡線が撤去され、公衆輸送については、熊谷貨物ターミナル駅から、秩父鉄道線経由での搬入に変更された。なお、A 段日比谷線向けの車両搬入は、東武鉄道の越谷市内の高架化の関係で早期に打ち切られている。その後、2016年のダイヤ改正により、不定期ながら、 レール輸送の貨物取扱いを行うことになり、JR 貨物の車扱い貨物取扱い駅となった。これにより、約30年ぶりに貨物営業が再開された。上りの高架線度川木には、新幹線用と在来線用の保線基地がある。2019年度の1日平均乗車人員は9750人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、 以下の通り、西側東側駅には東側に出口がなく西側から地下道を経由する。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。